さて始まりましたオーガニックシティ木更津。この番組は木更津市の情報を私たち職員が皆様にお送りいたします。今回はスポーツ振興課加藤と尾形がここスパークルシティ木更津6階共用スペースよりお送りいたします。よろしくお願いします。今回の話題はこちら、親子で楽しむ運動遊び教室とリフレッシュ教室の紹介です。スポーツの語源には気晴らしや楽しむなどの意味があり、競争や鍛錬というだけではなく遊びの要素を含む活動のすべてを指しているんですね。そこで木更津市ではより多くの人にスポーツを親しんでいただき、心も体も健康に生活していただくために昨年度スポーツ推進計画を策定いたしました。スポーツを楽しみ生き生きと暮らす街木更津を目標に、市民の皆さんが日常的にスポーツに親しみスポーツ活動に参画できる環境づくりを推進することで、元気で生き生きと暮らす活力ある街の実現を目指しています。健康増進やストレス発散、気分がすっきりしてやる気が出るなど、スポーツをすることのメリットはたくさんあります。しかし仕事や家事などでスポーツをする時間やきっかけがないという人が多いみたいです。この現状を打破するために木更津市では現在、子育て世代を対象とした親子運動遊び教室と働いている方を対象としたリフレッシュ教室を開催しています。まず親子運動遊び教室からご紹介します。子育て世代を対象に現在ご覧の内容で開催しています。運動遊びコースの指導のもと、親子で運動遊びを楽しんでいただきます。マット運動や平均台、鉄棒やリズム遊びなどなど、各回親子で楽しめる運動遊びをご用意しています。お子さんが運動に親しむ能力を育てるだけでなく、保護者がしっかりと体を動かすことでスポーツに親しむきっかけになれば良いと考えています。続いて働いている方向けのリフレッシュ教室についてご紹介いたします。この教室では疲労回復リフレッシュをテーマに掲げ、軽度な運動のストレッチやヨガなど普段運動をしない方でも参加しやすい教室となっています。このリフレッシュ教室は疲労回復メソッドとワークアウト姿勢改善メソッドの2教室をご覧の内容で開催しています。今回はこの2つの教室で行っている一部の内容をご紹介したいと思います。まず疲労回復メソッドです。こちらはヨガのポーズや呼吸法により筋肉や関節をほぐしたり、体の歪みやズレを調整するのと合わせてリラックス効果を得ることで心と体のバランスを整えます。続いてワークアウト姿勢改善メソッドです。蜘蛛の巣状に体全体を包み込んでいる筋肉の膜をウォールなどを使ってほぐします。また体の機能改善をもたらすストレッチなどを行います。レッスンを通じて普段の生活での体の使い方の癖を知り、姿勢が及ぼす体への影響を学びます。皆さん、自分からできるスポーツから始めてみましょう。今回のオーガニックシティ木更津はこの辺で、次回はご覧の内容をお送りいたします。またね。